陳東山は台湾の政治家、国家安全会議秘書長、総統府秘書長、外交部長、台南県庁等を歴任。1959年に台湾大学大気物理学科を卒業し、その後米。1966年にオクラホマ大学で修士号、1972年にパドゥ大学で博士号を取得した。 1973年から1992年までの19年間、アメリカ合衆国商務省に勤務し、人工衛星から得られたデータの分析や、アジア資源センターの主任、アメリカ国際開発センターの理事を務めた。一方で、在米中に台湾独立運動に携わり始め、1966年には、サイド、サカエラと全米台湾独立連盟を結成した。 また1974年に世界台湾道協会が発足すると、陳東山は1979年から1984年まで会長を務めた。こうした活動から当時の国民党政府によってブラックリストにリストアップされ帰国できずにいたが、1987年に一時帰国が許され、1990年の国税会議に参加する機会を得た。また、 海外台湾人変合運動を開始し、台湾独立建国連盟のメンバーの帰国を支援した。1992年、陳東山は民主進歩党に入党し、同年の立法院選挙で当選を果たした。2007年9月21日、主張特別費を寄贈した領収書で引き出し、不正に使用したとして横領罪などの容疑で、領収連副総統有、有鈴。 民進党主席らと共に台湾の検察当局に起訴された。2020年8月2日、立法委員時代に公私法改正により、遠投、総合の経営権を奪還しようとした元経営者から賄賂を受け取ったとして台北地方検察署の捜査を受けた。外交部長時代の2004年9月27日、シンガポールのジョージ洋外相が国連総会の場で、 一つの中国を支持する発言をしたことに対して、シンガポールについて、花くそのような大きさの国と述べ、さらに台湾語のスラングを使い、中国に金力を捧げたと発言したことが報道され、政治問題化した。陳東山は翌日、この表現について外交部を通じ陳謝した。陳の義系は、日本の参議院議員の蓮舫のいとこおじであるため、蓮舫は陳を、 おじさんと呼んでいる。ありがとうございます。